女の勲章は1961年に発表された山崎豊子による小説。毎日新聞に連載された。同年、中央公論社にて単行本が2巻で刊行され、翌年に新装版が刊行された。1962年には同社で文庫化され、1965年には新彫文庫版が全一冊で刊行された。 1961年には大英製作で映画化された。1962年と1976年、2017年に、いずれもフジテレビ系でテレビドラマ化された。ファッション界を舞台に、服飾デザイナーを目指す大場のりこが虚栄心を持つ3人の女弟子たちと欲望をめぐる八代銀素人の中で女の生き方を描く。原作者、 山崎豊子の作品としては、初の新聞連載小説である。必ず取材をしてから小説に取りかかる山崎だが、本作では連載中に、体調不良であったため、パリとポルトガルの取材に行くことができず、パリの描写は畳に異常大の地図のみで書いたという。ただ、初版では、サンタマリア総院では、死闘派修道院であるにもかかわらず、 ステンドグラスという間違った描写をしてしまったため、過失、訂正を加えて、観光から翌年に、新装版が観光された。著者の作品で唯一取材をせずに書いた小説である。参考にしたのは、戦後の関西ファッション界を経営した二人の、ファッションデザイナー、上田康子服飾専門学校創設者の上田康子と大阪、船場生まれで、大阪、東京で、 店舗展開した、近藤敏子と言われるが、話そのものは創作で、山崎は足しげく近藤のもとに通い、取材を重ねたという。1962年4月4日から8月29日の、毎週水曜20時30分21時に、フジテレビ系にて放送された、日清宝石の一社提供。歴代では、唯一、 在阪純一局の関西テレビが制作している。キャストスタッフ1976年8月4日から12月1日に、水曜ドラマシリーズ枠で、1962年版と、同じく、富士テレビにて放送された。全18回。キャストスタッフ2017年4月15.16日に、富士テレビ系で、スペシャルドラマとして2夜連続放送された。 主演は松島七子。視聴率は第1夜に8.1%、第2夜に6.2%をそれぞれ記録した。キャストスタッフ、ありがとうございます。